UDP ライトは主にインターネットで使用されるプロトコルの一つで音声や動画の伝送を目的にしている。従来の UDP パケットでは1ビットでもデータが損傷すれば破棄されるのに対して UDP ライトはそのまま伝送される。従来の UDP と同様主に IP 上に実装されており OSI 参照モデルのトランスポート層にあたる。 UDP と同様に送達確認などを行わない、無手順方式であり転送時のパケット紛失や、データ誤り等の対応手段が必要なら、セッション層以上のプロトコルで対応する必要があるが、転送効率が高められるため、主に途中でデータが抜け落ちても問題が、比較的、少なく、むしろ再送処理による遅延が問題となる音声や、 動画のストリーム配信での使用を想定して2004年7月に RFC3828 で定義された。RFC3828 で定義されている。UDP ライトには新たに136というプロトコル番号が割り当てられている。IP ヘッダー中の該当位置にこの番号を示すことで IP パケットの中身が UDP ライトとして認識される。 UDP ライトヘッダー部の5から6バイト目がチェックサムカバー範囲と呼ばれ、0または8以上の数字が入る。例の場合は UDP ライトパケット全体が8以上の場合は UDP ライトヘッダー部を含む保護主体データ部のサイズをバイト数で指定する。指定された範囲だけがチェックサム計算の対象となる。 チェックサム計算の結果がヘッダー部の7から8バイト目に格納されるのは UDP と同じである。例えばチェックサムカバー範囲の値が8である場合は88ビットイコール64ビットとなり UDP ライトヘッダー部の長さと同じになるためヘッダー部に続くデータ部分はチェックサムの計算対象から外される。データ部分が チェックサムの計算対象から外されるということはデータ部分に損傷が生じても検知されずにそのまま運ばれることを意味する。チェックサムカバー範囲の値を UDP、ライトヘッダー部と UDP、ライトデータ部のサイズの合計値にすれば従来の UDP の長さフィールドと同じ値となり互換性が保てるとしている。ヘッダーの一部を UDP から変更することで パケットの完全性の保証範囲をより柔軟に変更できるようになった UDP ライトパケットのデータフォーマットありがとうございます。